はい、それでね、30分ぐらいこの今井司酒造というところで、中のね酒蔵の見学をさせてもらいました。30分間ね、結構丁寧に中まで見せてもらって、無料で見学できたんですけど、こんな丁寧に見学させてもらえるのは初めてでしたね。何回かね、他の県のね酒蔵見学行ったことあるんですけど、ここまで丁寧にやってもらったのは初めてでした。良かったですね。中までもね、動画の撮影は禁止だったので写真だけ撮ってきました。まあ、ちょっとね、後で、写真スライドショーみたいな感じで見せながら、解説できたらなと思ってます。はい、ではね、そのスライドショーで説明していきたいと思います。ここは創業1767年今井司酒造という酒蔵です。新潟県はね、お米が有名な米どころですけれども、お米どころということはつまり、お酒もたくさんある場所で、新潟はですね、日本で一番蔵元の数が多い都道府県ということになっています。その新潟県の中でも中心地にあるのが新潟駅で、そこから最も近い酒蔵酒造が、ここ今井司。展示してあります。で、最後終わった後、お酒のテイスティングもありますね。お酒飲めない人用に甘酒とかも用意してあって、すごい、いいところでしたね。こんなにね、丁寧に無料なのに丁寧に解説してもらったのは初めてでしたね。すごいいいところでした。結構有名みたいなので、皆さんもぜひ新潟に行く機会があれば、この今井司酒造行ってみてください。